<る>福岡第34回放送収録風景を生中継でお送りします 出演者、福岡、和明 えー、皆さんこんこにちは風水館テストでしてある私福岡一昭が今週も噴水ダウンについてお話をしてまいります、えー、今週もお付き合いくださいねさて池袋にある三濁社プロダクションという出版社があなたを開運してくれるこの風水誌という最新の本が2月末にですね発行されて それに私が4ページにわたり、えー、紹介いただいています、えー。こちらの本は、そうですね、えー、と三省堂書店さんや、えー、純久堂書店さん、まあ、そういった大手のです、ねえー、本屋さんにも、まあ、平積みで置かれているというような本です。えー、ぜひ、機会があれば読んでみてください。えー、今回はですね、職場での 机の位置についてお話をしていきましょうこう皆さん何気なく座っているデスクであってもですね風水から見ると実は意味があるんですねまず出入り口これを見ていきましょうドアの内側から突き当たりまでの間口の幅分実はここ「先というですね えー、あまりにも強い、まあ、悪い気をですね受けるんですねですからそこの通り道にある机、えー、ここはですね少し落ち着かない気分になりますそのために仕事この集中力に関してはうんかなり持っていけないという状況ですねですのでドアからの 間口分の幅だけそこから少しずれてですね席を確保するということは大事です次に机の周りにある窓、えー、これがですね近くにあると良くないという状況になりますガラスで囲われた窓はいわば何もないという状態ですつまり 気を通過させてしまううという現象になります、えー、この近くにいるということはビジネス運も加工気味になってしまうわけですまた先ほどの入り口これを開けた際にガラス窓から外が見えてしまうまあ外が見えるっていうのも、えー、建物だけでなくて、えー、空とか雲が見えちゃうということもそうなんですが ここは気が通過してしまうといった現象でよくないんですねではどうしたらいいかと、えー、そこの窓にはですねカーテンやブラインドまあこういったものを必ずつけていきましょう次に椅子の後ろ側まあこれ斜め後ろもそうなんですが 支柱や大きなキャビネットがあるのも良くないですねそれらっていうのは角張っているのでその角の部分から悪い気を出してるんです、えー、この対策方法としましては観葉植物をその角に、えー、置いていきましょうそうですねまあ風水ではよく観葉植物を用いて えー、悪い気をまあ、沈めていくという対策を施しています、えー。まさにこれなどもその一環になります。室内の四隅みや、えー、そうですね、各部単位の間にパーティションではなくて大きめの観葉植物を置くということによって悪い気を吸い取ってもらう、そして気分を良くすると言ったことが言えます。 次に、出入り口のドア。これがですね、背中に位置するという席も良くないですね。背後に人が出入りするためで落ち着かない。そのために運気を下げて,いってしまうといった現象になります。そうですね、その際は、逆方向にえ机を回転させる。ないし、 90度を動かしていくというものがいいんですがやはりこうなかなか変更できないという場合は観葉植物っていうのをやはり利用していくということが重要ですただこれは下に置くんではなくてその小さめの観葉植物、まあ、ポットですねこれを机に抜けるということで、えー、まずまずその悪い木っていうのを排除していくと。 いうことができますまた次のケースっていうのはとっても多いんじゃないかなと思いますが例えばですねか単位または部単位でデスクの島がありますよねそうですねここではまあ1か2かというふうに想定しましょうかで1か2か そうですね共にそれぞれ課長を入れて、えー、7名ずつの構成であったとで課長以外は3名ずつ向かい合って座っているというふうに想像してくださいその統率を取る課長、まあ、これがヘッドになるわけですので、えー、席を構えるここまではいいんですねただ 課長の背中の後ろですね、まあ、背中側、そこに例えば部長が座っていると。で、2人の課長が、まあ、肩越しに見えるというレアウトを考えてみてください。実は、その課長ら、不安、不利な場所となってですね、終始をつかない、このような現象になります。 これから実は胃が痛くなったりするという症状もこのような一環なんですねまた先ほどの課長のグループ社員が真っ向から向き合っているということも実はよくないんですサイドテーブルを同じ方向つまり全員例えば左に置くということを工夫することによって 向かいいいい合ううお互ががですすね斜めにに四角になっていくということこ言えますもしそのサイドテーブルが置けないというような状況であればその前の席の前にですねやはり観葉植物を目の高さぐらいまで、えー、置いてですねこ、えー、の四角を少し遮っていくということも良いですね。 これによってですね仕事のノリズっていうのも上がっていきます。はい OK 画面になるでしょおもしいでしょはい、それじゃごはい。行きます、はい。はい、OK です。 えー、最近のオフィスっていうのは、えー、昔と少し変わってきてますね、えー、少し R つまり曲線を取り入れたデスクやパステルカラーになったデスクっていうのを企業によっては取り入れたりしてます家や部の島も昔みたいに妙に角張っているのではなくて R が取り入れた形状これをですね、えー、利用されていると いうんこれはあのみんな気の流れよくするっていうのを知ってるためですかねでは会議室はいかがでしょうかうん白い部屋にいてもここでアイディアうんこれを募ってもですねなかなか良い結果になりません会話もしらけたことになってきます えー、レインボーカラーの何色かが基調になっていくということが豊かな発想を生んでいくという形になっていきます例えばそうですね黄色と緑色の2色まあこういったものを基調にしていくという感じですね赤い会議室、えー、ここではですね口論が絶えないぐらい激しく言い合えます 緑や薄青い部屋では、えー、そうですね、冷静、客観的に物事っていうのを判断できます。黒い部屋、うん、とっても不気味ですね。えー、体調を悪くしていきます。ただ、これらも、今から室内の色っていうのをペンキで変えるんでしたら、ぜひ実行してください。 また、えー、引っ越していくということも良いでしょうでも色彩は変えられない引っ越しもできないという場合はどうするかそれは演出をするということですつまりカーペットやカーテンマットやカビネットキャビネットの配色っていうのを利用するんですね場合によっては絵画 そのような色彩の絵を飾るということも大切です殺風景の部屋では想像力やアイデアが生まれません今の仕事もうん決して発展していかないですね想像力をかき,るかきたてる部屋にいてこそ湧き出てくるものがありますもちろんこれはオフィスだけに関したことではありません 皆様方のご自宅での書斎や各自の部屋、まあ、こういったことにも共通することですねぜひ試してみてくださいさて今週の風水ワンポイントアドバイスを机周りを片付けいらないものは捨て運気のいい場所に座り カラフルな品を使っていきましょうほら今までにない発想や集中力がもとになったでしょうえお相手は風水鑑定士の福岡和明でした今週皆様方に良い運気をはい4分、はい、ありがとうございます ご視聴ありがとうございました。 午後2時30分です。 午後2時40分です。